今年で7年目となる市民参加プロジェクト。今回は100名を超す市民が参加し、永遠の青春作スタンドバイミーをモチーフにしたカニオリジナルミュージカルを上演します。友情、そして仲間、命の感動さが伝えられるものなので、小学生の教室のシーンがあるので見てほしいです。一回一回ちょっと新しいことができるようになっていくのがすごい楽しいですね。私は農、生まれも育ちも農家ですので、それを発揮したいと思います。小学生時代のこうなんか思い出すかなって感じの話に仕上がってると僕は思います。劇中に出てくる市民のエネルギーがあったかいものとなって客席に届くような元気な振りにしたいと思います。歌が多いと思うんで、みんな楽しんでやってもらえばいいなというふうに思ってます。みんなすごく音程がいいので、すごくハーモニーは綺麗ですね。なんで聞き応えもあると思いますので、本番ぜひ見に来てください。今回のこの作品なんですけども、3つの柱がありまして、家族の再生、それから友情、そして命という大変重いテーマが隠れています。103人が舞台で生き生きと演じますので、どうぞ楽しみにお越しください。市民ミュージカル君といた夏は3月7日8日公演です。絵本作家でありエッセイストとしても多くの作品を生み出した佐野陽子。楽しくて悲しい、優しくて意地悪な、そして色とりどりの佐野陽子の絵本の世界から主人公たちが飛び出します。本展ではデジタル版画ならではの展示方法と絵本では再現できなかった色の鮮やかさをご覧いただけます。会期中、文学座の女優による朗読会もございます。佐野陽子展版画で蘇る絵本の世界は2月7日から15日まで開催です。繊細孤児の布引圭が不思議な縁から堤家の人となる。貿易で財を築いた堤家は、亡き当主の妻静が弟の章介に助けられながら困難な時代の一日一日を過ごしていた。やがて圭はその闊達な気性を認められて長男慎太郎の妻となる。次男栄治に寄せていた思いは断ち切られ、正真正銘堤家の人となる。静に代わり圭は家の柱として担いきれぬほどの重みに耐えながら、その女の一生を生きるのである。明治から第二次世界大戦終了までの時代を生き抜く女性の生き方という普遍的なテーマを描く文学座の代表作。文学座女の一生は2月27日28日上演です。